えー、表現者クライテリオンではですね。はい、あの、最新号で、真空気の研究。と、はい、いうことでね。うん、やっぱり今、ワイドショーとか、まあ、報道番組とか見てるとね、はい、まあ、だいぶ状況も変わってきましたけど、うん、やっぱり未だに、まあ、コロナは本当に怖いと。まあ、もちろんね、コロナを甘く見くびってはいけないもの。 でもあるとは思いますけど、ちょっとやりすぎじゃないかっていうぐらいその恐怖をね、まあ煽ってて。例えば、インフルエンザで年間3000人とか、場合によっちゃ1万人とか、まあ亡くなってるにもかかわらず、そこまで騒いでない。けれどもコロナだけ騒いでるとかね。うん、なんか、ある種こうバランスがね、悪い報道とか番組が多くて。 で、まあ、そんな番組の影響もあって、なんかコロナ怖いから熟せなあかんという空気、はい、すごいあるじゃないですか、うん。この間覚えた言葉ありますよ。なんですか,ですかインフォデミック。インフォデミックね。<laughs> はい。そうそうそう。パンデミックの情報版。はい。デマが拡散していって、社会が壊れていくと。うんうん、まさにね、こうインフォデミック、空気でこう進んでるというところがあるんですけどね。はい。で、その中でもやっぱりね、この空気に抗うね、最大の方法はね、うん、あ、これ空気なんや。と、自覚すると、なんか、ふわっとこう、 空気薄くなりますよね。あ<ー>あなやまあ所詮空気やし、意味ないもんやしな、これと。まあそれでも空気って、物理的な、うん、それこそ目に見える空気ってありますからね。<laughs> あります。うん、だから恐ろしいものはありますけど、まあ所詮空気やしな、と思っとくと、だいぶね、こう。 力が出てくるっていうのがあってね。ちょっとね、あ、確かにそういうことってあるよなぁと思った、はい、こうメッセージがありましたので、<あ>ちょっと紹介して、はい、いただけますかはい。特命希望さんです。はい、で番組拝聴いたしました。お盆の人の少なさにめげそうになっていましたが、また力が湧いてきました。うん、と これやっぱりその空気の話をね、散々したじゃないですか。インフォデミックですよと。はい、あんまりもテレビばっかり見ててあげまへんでと。うん、ラジオ聞いておくれやすいラジオと。<laughs> ねはい。萎縮しててもわかんよな。ちょっともう、めげんと頑張ろうみたいな感じになってくれはったところがあるじゃないですか。うん、はい。だからやっぱりね、どっかで KY が必要なんですよ。うん。空気読まない。読まなさすぎるのも問題だとはまあ、思いますけども。はい。読みすぎるのも問題ですから。うん。だからどっかで一部というか、 半分というか、うん、半経済が必要なわけですね。はい、でね、それをね、貫き通した国があるんですよ。うん、もう他の国からブロックス言われようが何しようが、うちはうちでんねんと、やってた国があるんですよ。はい。それがね、スウェーデンなんですよ。今日のタイトルの。そう,そうそうそう。うん、で、今日はね、このスウェーデンのコロナ対策をちょっとこう検証してみようっていうことなんですけどね。はい、まあスウェーデンって有名になったんですよ、このコロナ対策で。まあ、要素みんなロックダウンするじゃないですか。イギリス、フランス。 ね、ニューヨークでロックダウンしていくでしょ、はい、でもねスウェーデンだけはね「いやうちはロックダウンやりまへん」って言ってたんですよ<ー>レストラン行かはったらよろしいかなと仕事普通に通勤しゃったらよろしいかなともう全然違いますね <laughs> そうそう,そう でもまあ、高齢者は守らなきまへんよとか。はいはい。あるいは、まあ飲みに行くときはあんまりこう、めちゃくちゃ密でバー行ったらあきまへんよと。そやけど、うん、レストランで普通に喋らはったらよろしいかなと。うん。で、それで、よそ、はい、の国はね、もうブロックス言ってたんですよ。はい、やっぱりよ死んでるやんけは全然あがんやないかって言われてんのに、はい、スウェーデン人は、はい、うちは変えまへん。もうトランプとかスウェーデンのことブロックス言ってたんですけど、うちは関係ありまへん。うちは打ちどす。<laughs> <laughs> というね。はい。スウェーデンが、 結果どうなったのかと。はい。やっぱり人がたくさん死んでしまって大失敗したのかと。うん。で、経済は成功したのかと。今日はね、そこをね、がっつりとね、お話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、検証、スウェーデンのコロナ対策は成功かこのね、スウェーデンのね、コロナ対策、一言で言うとね、もうちょうど僕が言っていた半分の自粛、半自粛。はい。の戦略だと言っていいと思います。うんはい、要するにロックダウンまでしないんだけど、それなりに気をつけると。 と,いうところでね気をつけるっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、ソーシャルディスタンスにメーター取りましょうとかねそれとか50人以上の規模の集会はちょっと控えてくださいとはい高齢者施設への訪問禁止うんこれかなりまあ半自粛でもすごく言ってたところですよね,そうですね高齢者の方にこう移ると死亡リスク高いからとはいでもレストランはずっと OK と、うん、でパブに関しては一部規制はあったんですけどレストランは OK と通勤等も OK ということで危険なものだけ 注意をして、過剰に活動をやめるのはやめようという半分自粛半自粛をこうやってたわけですよね。で、この対策がね。ものすごい批判されて、例えばトランプ大統領はね。アメリカのスウェーデンの穏やかな対策を大きな代償を払うだろう。 ね経済を最優先した結果、ロックダウンをせず、死者が増えているとかってすごい批判されたりね。うん、これなんでこんなことしたんかっていうとね、はい、集団免疫作戦を取ってるからと誤解されてたんです集団免疫作戦っていうのはどういうことかっていうと、はい、みんなコロナにかかって免疫を獲得してって、そしそのうちも誰もかからなんようになるから、それまで、まあ辛抱して、集団免疫獲得するまで、ある程度死んでもしょうがないやないかと。 いう考え方だと紹介されることがあるわけですよ。はい、だから、非常に非人道的な対策が集団免疫作戦だと、こう言われてるわけですけど、で、スウェーデンは、いわゆる集団免疫戦略を採用してるじゃないかと、非人道的だなんてこう、すごい批判されてたんですけども、実はスウェーデンはね、あの、いや、私たちは別に集団免疫作戦をやるために、行動の緩和をある程度やってるんじゃありませんと、ずっと言ってたんですよ。 まあもちろん免疫の獲得はずっと注意はしてるけれども、あの、行動を緩和し、ロックダウンしないのは集団免疫作戦のためじゃないというふうにはずっと言っててね。じゃあ、なんでなのかっていうとね、これはね、憲法の規定上できないんですよ。もうスウェーデンってものすごく個人の権利が守られた国でね、はい、いかに政府といえども、動くなとかっていうことは言えないんですよ。あー あそうなんですよ。ものすごい自由主義的な国家でね。そういう事情があっても、まあ国民が、いや、自粛させてくれって言ったら、まあできたのかもしれないんですけど、はい。やっぱ国民はね、いや、まあ、命も大事だけど、移動の自由も大事だから、まあこの半分半分ぐらいの格好がフェアじゃないかと。うん。そスウェーデン人はみんな思ってた。もちろん賛否両論はあったんですけどね、はい。高齢者方の方が意外と、あ、これでいいんちゃうって言ってたんですって。 そうなんですアンケート調査取ると。なぜかというと、自分が一番死ぬ確率が高いわけですけど、はい、高齢者の方が昔のスウェーデン人気質というかね、うん、いや、自由は大事だと。こう思ってるの、ね、<ー>命がとにかく全部大事で、命のためやったらもう奴隷になってもええみたいな感じはないんですよ。奴隷になるぐらいだったら私たちは命をかけてても自由は守るわよと。<ー>いう <laughs> いい空気を読まないというかね。はい、国家としてそういうところがあって、はい、で、この感染症対策はデグネルさんちいうのがやってたんですけど、 このデグネルさんの意見にみんなこう従ったっていうところがあるんですよ。はい、で、デグネルさんは、まあ、ロックダウンは、ゼとしなかった人なんですけど、うんうん、実は、このデグネルさんみたいな人ってね、イギリスにもいたし、フランスにもいたし、うん、日本でも当然僕とかね、うん、あの、宮沢先生と木村森夫さんとか、まあ、いるんですけどね。はい。だそれぞれの国に、西村さん、大身さんみたいなグループと、はいはい。これから、まあ、宮沢さんとか僕とか木村さんみたいなグループがいるんですよ。うんで今回、先進国は全部我々派が負けたんですよ。 全部西浦尾見派が全部買ってしまって。はいはい、これでもう全部ロックダウンをすることになってしまって。いや、そしたらもう長期的な被害大きいやないかと我々はこうずっと、まあ、言ってたわけですけど、うん、もう本当に限られた国だけがロックダウンをするのは良くないという派があ政府の中心になったんですよ。それがスウェーデンだったんですよ。で、彼はね、こう言ってたんですよ。感染症は長期的に続くものであり、一時的にロックダウンをしても感染再拡大は防げないし、副作用もあると。 うんまあ、まさに我々が言ってると。そうですね。我々、これずっと言ってるわけですよ。うん、だから、半自粛で、頭を使って、行動を変えて、我々の力でコロナを乗り越えていこうと。まあそういうことをまあ言ってたわけですけど、はい、まあスウェーデン人においてはこの専門家の意見が、スウェーデン人のコンセンサスになったんですよ。うん で、まあ、結果どうなるか、その時分かんなかったんですよ。はい、ね。で、じゃあ今結果が出てるわけでも8月になってる。で、まずね、結果見ていきますと、感染症はずっと拡大するのかっていうと、そんなことないです。まずもう、7月の後半ぐらいにもほぼ収束してます。<ん>手元のデータやとね、これも7月中旬で、ほぼ死者数ゼロになってますね。おー、すごい。うん。もう完全に収束した感じで、まだ、第2波が来たというデータ見てないですね。はい,は,いはい、はい、うん、はい。 感染症っていうのはやっぱりこう免疫力にも依存するんですけどね。はい、じゃあ免疫はどれぐらいついてるのかと。抗体はあんまりついてない言うて批判されたりとかしたんですけど、はい、これあの、公衆衛生庁はね、7月17日、抗体によるう液性免疫だけでなく、細胞性免疫、要するに獲得免疫だけじゃなくて自然免疫、要するに、 僕たちが最初から持っている免疫力も合わした免疫を持っている割合はストクロホルムにおいてはおよそ40%に達していると。うんと推察されると。はい、で、これね、まあいろんいろな考え方があるんですけど、このコロナウイルスぐらいの拡散力だったら、4割ぐらいの人が免疫持ってたらもう再拡大はないと想像されます。あ、そうですか。うん、えっ、ー、と、まだ断定はできないですけど、はい、もう再拡大しない可能性もあります。 やっぱり再拡大するかもしれませんけどね。あの、うん、山がちっちゃい格好かもしれません。はい、でも40%の免疫が持ってると、うん、政府が言ってるんですよ。だからね、これはね、乗り越えた可能性すら今考えられてもまず大体。はい。で、自粛率はどれぐらいだったかっていうと、結局3割しかしなかったと。で、ヨーロッパの中ではもう異例の少なさと言っても、まあいいですよね。はい、で、死者数は、じゃあ、あのー、自粛しなかったんだから、 自粛してた欧米よりも多かったんかっていうと全然そんなことないです。うん、ほぼ欧米の他の国と同じような水準です。でむしろ、えっ、ー、と、イギリスやあイタリアよりも少ないぐらいです。で、経済はどうなのかっていうと、欧米の中では最も優秀な水準のマイナス8.6%なんですねえ、ほに。うん。で、これ日本と大体一緒なんです。<laughs> はい。ファクター X もないのに、スウェーデン人は。本当ですね。ファクター X というもうそのラッキーな 防護服もないのに、はいで、ロックダウンもしないで、経済あんまり下落させないで、死者、うん、数は、まあ、欧米の他の国々と大体一緒、うん、いうことです。で、第2波も来るかもしれないけれども、まあ、来ない可能性も考えられると。まあ、だからまだ結論は言えないんですけど、少なくとも今のところ、うん、ロックダウンもしないで、半分の自粛、半自粛で、住民の免疫を基本として、 感染を収束させ、うん、死者はロックダウンした欧米レベルに抑え、そして、えー、経済の下落も他の欧米の半分とか三分の一ぐらいで抑えたんです、うん、すごい優秀ですよね。ごい優秀だから、ね、すっごいスウェーデンが失敗したって言われるんですけど、はい、成功したと考えてもいいんじゃないですか、うん。中身をね、見てみればで。しかもね、僕、これ経済ね、これ8%で済んだってのこれ、奇跡的でね、はい、なんでかっていうと、スウェーデンって輸出依存国なんです。 そうなんですか経済はね、内需っていうその、国民の消費とか投資で持ってる部分って半分ぐらいで、半分は輸出なんですよ。はい。で、その、輸出が、はもうこれもウェーデン人の努力とは無関係に凹むじゃないですか。そうですよね。全然ね。その凹むんで、で、そこの半分のところもボロボロになってるはずなんですよ。はい。それがあるにもかかわらず、トータル8%しか凹んでないってことは、うん、内需はあんまり凹んでないってことですよね。 だから2、3%。はい、だから要するにファクター X を持ってた韓国とか台湾級の下落しか、まあ、なかったとも言えるんじゃないかなと。だからやっぱりね、あのヨーロッパの中で独自のね、うん、うちはうちのやり方やらせていただきますと。いうこのスウェーデン方式っていうのはね、はい、これね、我々学ぶべきところが多いんじゃないかと。まさに空気にね、うん。空気を読まずに独自に行ったんですよ。はい、スウェーデン人がいかに空気を読まないのかと。<laughs> いう一曲を今日は紹介したいと思います。はい。もう知ってる人は日本人で、まあ、いないと思います。アバティーンズのママミーア。曲は知ってますよね、ちょっとね。有名ですよね。ね、これあの、映画になったり、こう、はいはい、舞台であったりね、してますから。はい、でもこの、アバティーンズって知らないですよね、きっとね。ティーンズ。ティーンズ。<laughs> この曲が流行ったのはね、99年で僕がちょうどスウェーデンに、こう住んでた時でね、めちゃくちゃやってたんですよ、これ。へえ<ー>。で、 なんかこう、古いね、僕らみたいなおっさんとかね、おばはん連中がですよ、はいはい、この若い感じの子が、このポップな感じでね、うん、こう歌ってんのを聞いて、あーこれ現代的でいいよなと。で、スウェーデン人みんな喜んねん。はい。これもう大ヒットしたんですよ。で、はい、これで売れたんで、あとダンシングクイーン出したりだとか、はい。アバの曲をいろいろカバー。 していくようにこうなってって。途中でだいぶ売れてきたんで、スウェーデンで。はい、何を勘違いしたか、私たちはアーティストよ、みたいな感じで、エイティーンズって名前書いてね。はい。で、ちょっと自分の曲とか出したりとかしてるうちに全然売れようになってしまった。あららら。あら <laughs> で、今やもうティーンズって言いながら、これ21年か2年ぐらい前ですから、はい、まあまあ、アラフォーさんですよね、これね。<ー>ほとんども今もアラフォーの方なんですけど、<laughs> はい。っていうのが、こう売れるぐらい、スウェーデンはね、これまあ英語の曲ではありますけど、独自なんですよ、スウェーデン人って。うん。 なんかね、独特でね、僕あの、スウェーデンに住んでる時でよく国際学会とかまあ行ってたわけですよ。心理学とかなんだとかいろんな国行くでしょスウェーデン人グループだけね、だいぶ違うんですよ。どんな感じなんですかものすごい一緒にいるんですよ、スウェーデン人同士。常にね、サトシお前次どこ見に行くねサトシそれ終わったらどこ行くねサトシこれ3時みんなで茶の思って集まってんけど来るか <laughs> サトシお前7時からあそこのレストラン行こうやって来るかお前。でね、みんながみんなの頭の中でみんながどこにいるかがわかってるんですよ。え、すごい <laughs> みたいなるほど青年人の特徴ね、あ私その時ちょっと行きたないから行かへん」とか言って、はい、もう理由もなくもう理由言わないんですよ日本人って「なんでやねん!」ってなりそうですけど青年<る>人あそれ行かないから」とか「あそう」もう誰も詮索しないその辺はあっさりなんですただものすごくこうみんながみんなのことを思いやってるんですよなんか面白い <laughs> すごいねなんか温かい人たちで、ねうん、そうですねものすごいポライトっていうかね丁寧でね、うん、優しいんですよう もう街歩いててもね、なんかすぐベビーカーとか、うん、あ、持ってあげようとかって、ああっし知らん人も持ってくれたりね。で、扉とかね、こう、カチャって開けたら、ずっとね、知らい人のために開けと、開け続けとくって普通なんですよ。え<ー>でみんながみんなのためにこう、やってね。はい、大声出さないし、あの人ら。あ、そうなんですか出さないっても、ずっとちっちゃい子どうたらこうたら、そうね、どうたらこうたらそうね。もう飛沫全然飛ばないんですよ。<ー>それでね、まあ、で病院とかもね、うん、医療システムすごいって言うじゃないですか。はい、でもね、 うちの家内とか妊娠してね。捨てね。はい、で、こう病院行くじゃないですか。じゃあ次は、えっと、一月半後で、え、一月半も行かへんのみたいな。ね、ほんだ。個人でしっかり管理してね。とこうやるんですよ。<ー>個人に任せるんですよ、すごく。だからね、あの、感染症対策も個人に任せるっていうのがね、すごくできたんですよ。はい。だからね、スウェーデンのこの、ロックダウンしないで感染をね、やっぱり、あの、欧米急には増えたけど、その中でも特に増えたってわけで、 なく収束できたっていうのは、やっぱりね、彼らのそういう自由主義的なね、個人主義的で自由主義的で、でも集団主義的な。みんなのことを思いやるけれども個人の自由を尊重する。まあそういうね、まあ文化にも根ざしてたんやろうなとも思いますね。僕のイメージはなんかこの半自粛でね、個人に任せるってやり方を日本でもできるだけ導入したいなと思ったんですけど、まあやられたのは結局はみんなで自粛してステイホームってやって、 で、経済潰れても死者数あんまり減ってないみたいなっていうことかなと。うん、で、保証もあんまりしないと。悔しいですね。うん、日本はまだ集団免疫獲得したとはちょっと。 言えないでしょうから。まあ、獲得してたらいいんですけど。うん。あの、自然免疫力も入れてね。そうですね。あの、してるんじゃないかっていう人もいるんですけど。はい。だからね、やっぱりね、日本もね、このま、まん、あ、まミーアの、エイティーンズのまんまミーアを聞かんでもいいですけど、<laughs> あの、スウェーデン人のデグネルさんとかが言っている対策のやり方には耳を傾けていただきたいなと思います。 今回は8月28日午前10時頃に収録を行っていますが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい、今日はね、スウェーデンにこう注目して、まあ音楽も含めてですね、スウェーデンの独自戦略、はい、まあこれがかなりの成果を収めているとも解釈できるんじゃないかと、まあそんな話をしましたですけどね。はい、だからやっぱりこれから秋にかけてひょっとしたらまた感染の拡大があるかもしれない時に、まあスウェーデンのやり方っていうのは学ぶべきところがまあ多いんじゃないかと。 思うんですけども、やっぱりね、スウェーデンのやり方をね、学ぶときにね、やっぱり我々一番考えなあかんのはね、自粛警察みたいなね、存在ってスウェーデンではないわけですよ。で、特にね、日本の場合はあの、感染した人に対する、犯罪者のような扱いがあるじゃないですか。うん、そうですよね。なんか、お前感染したん悪いやつめみたいなね。うん、で、これが、なんか、自粛を生んでる重要なリソースに。 なってるんだ、ね。もうだってかかったら、なんかもう知らないうちにすごく広まりますよね。うん。あの人かかったらしいでって、うんそそで。それのね、悲しいなっていう声がね、うん、これあの、富山県の藤本さんからこれメッセージ寄せられてますから、<laughs> はい、ぜひちょっと紹介してもらえますかはい。コロナ怖いの空気による国民分断もここまで来たかとおぞましく感じます。立正大湘南高校でのクラスター発生に対する抗議の嵐がひどいことに憤りを感じています。うん。 これなんですよね。うん、やっぱりね、自粛警察の次は、捕まえたやつを犯罪者発いすると。はい。ま、京都も産業大学の皆さんがすごくバッシングされたりとか。はい、ありましたね。ね。ありましたけど、やっぱそれはね、だって、感染されてかわいそうなわけで、うん、で、場合によったら、その感染された方もお亡くなりになるかもしれないし、ただその家族の方で高齢者がおられたら、その方が亡くなるかもしれないから、うん、いや、かわいそうっていう。 交通事故にあった人のことをバッシングしないじゃないですか。うん、いや、事故にあったらかわいそう。そういう話なわけですからね。なりたくでなってるわけじゃないですからね、うん。だからね、感染した人をバッシングするような空気。これがね、ある種の国民の分断を生みね、猜疑心を生み。うん、それで、過剰な自粛を生み、経済を破壊してしまって。はい。で、とにかく、その場合の自粛ってね、感染を止めるための自粛じゃなくて、うん、バッシングされないための自粛でしょ ですね。としたらね、やっぱりね、自粛の目的が感染されないための自粛だったら、うん、その人ものすごい感染しないように注意すると思うんですよ。ところが、バッシングされないためのちゅ自粛だったらね、対して気にせんやと鼻、目鼻口触ったりとかしよるわけですよ。はい、でたまに飲みに行ってガーッカラオケうどたりね。はい、だからね、やっぱり自粛警察、逃れのね、自粛って、感染を広げてしまう可能性だって。 あるわけで,すよで、その可能性だって日本のデータで示されてるわけでしょ自粛してるくせに、あのー、亡くなった数は東アジアで一番多くなってしまってるわけじゃないですか。だからね、僕はね、やっぱりそういう自粛警察的なものが国民の分断を生んで日本を壊してしまってると思うので、僕はね、やっぱりこラジオとか雑誌とか通じて、その人たちに対して僕は攻撃します。 だって、分断をしている人間に分断するなと僕は戦いますよ。うん、そうですよね。で、それでまたそれを言えば言うほどこちらもこう攻撃されるわけですけどね。はい。でもそれを通してね、ちゃんと、その、まあ、スウェーデンのように、なんていうか自由な空気になることは、ま、日本人はないのかもしれないですけどね。うん、ね空気読んじゃうからね。うまあ、言うても、もうそこまで言わんでもええやんかと。はい。言うぐらいにはね、日本人だってなれる。 はずでね、僕はまあそうなるまで、まあ誰に何言われようが、半分の自粛。スウェーデンの言う半自粛。これは自粛すべきところは自粛をし、動くべきところは動く。はい、という意味で、 あの、右からも左からも攻撃されるんですよ。自粛しようっていうやつには自粛しなさすぎやってるし、<ー>かましろっていうやつには自粛すぎやってるらしい。はい、必ず攻撃されるんですけど、ちゃんとこう仲良くするには、僕ね、半分の自粛というコンセプト以外ね、あり得ないと。きっとね、あの、ヨーロッパもそっちの方向に向かってきてるんですよ。はい、例えばね、イギリスなんていうのはもう、疲れ切ってるんですよ、もうロックダウンして。<laughs> で、今ね、政府の、あの、感染症対策の首相のね、顧問がね、もう、こんな無駄なロックダウンはもう二度とやめましょうと。 うん、いうことを今抗言してるんですよ。だからね、もう一回はロックダウンするのはもうしょうがなかったのかもしれないですけど、僕はそれすらスウェーデンのように無駄だったというふうに僕は思いますけども、スウェーデン人がもともと思ってたようにね。でももうやってしまったものはしょうがないから、これからはね、ちゃんともう適切なところを目指して、はい、死ぬ人の数も最小化しながら、経済で死ぬ人の数も最小化するのを、 目指していきましょうよ。そこですね。本当に。なんか変なことで人のことをあげやすとったりなんか悪口ばっかり言っててもしょうがないですから、はいはい、みんなでなんか同じ方向を向いたらいいなと僕は思います。はい